はい、どうも、ちょっぴんです。今日も動画をご覧いただきありがとうございます。世界を味わい尽くす、ここをですね、僕は今目指しています。具体的にはですね、ハワイに行くのと新宿に行くのとそんな変わらないかなっていう感覚になることです。しかも僕一人じゃなくて、この動画を通してこの視聴者さんだったりとか、あといろんなところで仲間を募って、でみんなでそういう状況になる、最強に身軽な状況になるっていうのが僕の目指しているところです。はい。でですね、今回ですね、前回というか前の動画で、What's in my bag by minimalist っていう動画をシェアしたんですけども、あれからですね、またちょっと中身がだいぶアップグレードされました。必要なものは入ってきたし、いらないものは断捨離していったし、っていうので、中身がだいぶ変わったのかなというふうに思いますので、今回ですね、第2回、What's in my bag minimalist ということで、なんかおかしいな。What's in my bag?バイミニマリストということで、この動画をですね、ちょっとシェアさせていただきます。はい、それでは早速いきましょう。これがですね、僕の今使っているカバンになります。ヘビーな仕事の時だったり、ライトな仕事の時、あと完全にオフの時とか、まあそういった感じでですね、シーンごとに使い分けてます。じゃあ具体的にどういう風に分けてるかっていうと、ヘビーな仕事の時は、このカバンにこれを乗っけて、これでヘビーな仕事をします。ライトな仕事の時はこれ、完全にオフの時はもうこれだけ持って歩きます。これだけで飛行機に乗ってみたいっていうのはありますけど、さすがに見たことないですね、これだけ持って、飛行機乗ってる人は。はい、じゃあ次にカバンの中身を見ていきましょう。はい、これがですね、ヘビーな仕事をする時に、入れている荷物になります。まあこれがあれば、とりあえず全国つつうらうらどこでも行けちゃうよみたいな、そういう装備です。はい、この財布とカード入れと、あとスマホと Wi-Fi とペン、あとこの音楽プレイヤーはこのカバンに入れます。で、こっちですね。メンタルノート、あとパソコン、あと三脚、あとこれパソコン入れです。はい。で、これが、折りたたみ傘。で、これが、このコード類ですね。このコード類たちを入れるやつです。あ、この、これハードディスク。外付きハードディスクもこの中に入れます。これはですね、こうやって入れて、やっぱこれがあるだけでも全然違うんですよね。そう。これがあるだけの便利さがやっぱ違います。で、これがカメラ用のネックストラップですね。で、あとこっちはですね、なんかこう、美容関係というか、ニベア、ヒゲ剃り、ワックス、あとなんかこの匂い、アックスのフレグランスですね。はい。こんなものをちょっとこう、入れていきます。あ、で、これがですね、レシート取っとくやつです。で、ホテルに着きました。今からちょっとどっかお散歩行きましょうってなった時には、これぐらいの装備になります。で、ライトな仕事をするときは、これぐらいの荷物になります。はい。パソコン持たないんですかっていうとですね、僕も、MacBook 12インチ以上の重さのパソコンも持てないですね。うん、なので、パソコン使わないって分かってる日はもう、これで、この装備で行っちゃいます。ちなみにですね、パソコン作業だけする日は、こういう装備になります。ちょっとパソコン重いんですけど、まあそれを我慢して他のものはもう本当に必要最低限まで省いて、このカバンに入れるというスタイルでやってます。はい。で、完全にオフの日はこうなります。まあここまで来ると、本当に大切なものに絞られてくると思います。まあなので、正直ミニマリスト、究極のミニマリストはこれだけで生活すると。で、最終的に残ったこのメンタルノートですよね。僕にとってこのメンタルノートは常に必要と。はい、ということでいかがだったでしょうか。まあこんな感じでシェアさせていただきましたけども、まあこれが多いかどうかっていうのはですね、もう本当、個人差あると思いますんで、あなたの判断に任せます。で、僕がですね、最終的にどんなミニマリストになりたいかっていうと、沢尻エリカの元旦那さんみたいな感じになりたいんです。スーツケース1個プラスカバンで、世界中、まあ、どこでも行っちゃうような、まあ、そういう人なので、僕はああいうスタイルに憧れてるんです。はい。なので、まあ、憧れてるか、まあ、そうなるんですけど、
まあ、なのでそれに向けてですね、僕のカバンの中身もちょっと整理したりとか、いろいろですね、これからもカバンの中身ブラッシュアップしていきます。まあ、正直その What's in my bag っていうのはもう正直ですね、もう廃れてるんです、その流行りが。世界的に見てもう廃れてるんですけど、僕はですね、これからもそのカバンの中身、ミニマリストとしてのカバンの中身をどん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 洗練させていって、でいつかあれですね、あの第50回 What's in my bag by ミニマリストとか言ってやりたいですね。もしですね、まあ、もうちょっとこうした方がいいんじゃないかとか、あのこうすると楽ですよみたいな、あのアイディアなんかがあったらですね、ぜひ教えてください。はい、あのぜひそれをやった上でですね、良かったものはですね、もうこの動画であのシェアをさせていただきますので、はい、ということで、もしこの動画がですね面白かったです、ためになりましたというのでしたら、ぜひグッドボタンとチャンネル登録ボタンをカチッと押していただければ大変嬉しく思います。はい、ということでですね、今回も動画をご覧いただきありがとうございました。ということで、今回も動画をご覧いただきありがとうございました。また明日。